こんにちは、スパンダです。どうかそんなことどうでもいい。2024年6月10日に配信された Xbox ゲームズショーケースにてメタルギアソリッドデルタのオフィシャルトレーラーが解禁されました。これまでアナウンストレーラー、そしてファーストエンジンルックトレーラーと続いてきましたが、ついにオフィシャルトレーラーが公開されたわけです。日本のコナミ公式 YouTube チャンネルでの動画には神も降臨。日本では配信が深夜2時からということもあって、早朝からとんでもない熱気に包まれていました。この動画ではその最新トレーラーを考察していきながら、新たに公式サイトでも追加された新情報について全力でお伝えしていきたいと思います。それでは作戦を開始する。何はともあれ、まずは最新トレーラーの情報から。今回の映像では新たにゼロ、パラメディック、オセロット、そしてあのザ・ボスの姿が公開。50代前半だったゼロや40代前半のザ・ボスは年相応に見えるようになった感じもしますね。スパンダガン推しのオセロットの顔は超一瞬。いや、ちょっと分かりづらい。もっとオセロットちょうだい。レボリューションもちょうだい。そしてこれパラさん綺麗、ゼロ渋。さらにたった1秒だけ見ることのできた伝説の英雄ザ・ボスの表情。X ではオリジナルと比較していろいろと言われていますが、このフェイスビジュアル、ザ・ボスのイメージとなったシャーロット・ランプリングに寄せてきているとも言われており、いや確かにと感じたんですが、どうでしょうか。これはもっとしっかりと動いている場面が出たらかなり評価は変わりそうだなと個人的には思いました。何にせよ、ようやくジョン以外のキャラクターが徐々に解禁されてきたのは嬉しい限りです。そしてこのトレーラーではオープニングシーンのカットが大量に投下されたわけですが、シーンのアングルからカット割り、構成は原作通り。 YouTube では早くもオリジナル版との比較動画が投稿されていますが、細かく言えば US アーミーのメット下のメタルギアソリッドスネークイーターの文字や、ちょっとした口の開き具合とか目の開き具合まで原作とリンクさせているわけですから、細部にまでのこだわりを感じます。各キャラクターのボイスがそのまま使われているのも当初の案内通りで、このあたりは公式で言及されていたこと、そして本作へのリスペクトと気迫を感じますよね。またトレーラー後半ではセリフに合わせて話すジョンの姿も初公開されました。いや、これ一点気になったのがボイスとのリップシンク。リップシンクとは音声に合った口パクのことで、近年では各国の言語に合わせてリップシンクするゲームも増えてきました。Commencing virtuous mission now. 今からバーチャスミッションを開始する。今からバーチャスミッションを開始する。細かいことなんですけど、このリップシンクってなくてももちろんいいんですけど、あるとないとでは雰囲気が全く変わるんですよね。最近では海外産のゲームが日本語にリップシンク対応してくれていることも珍しくないんですが、オリジナルの MGS3 は日本語に合わせてリップシンクが行われており、どうしてもそれを見慣れているせいか、この部分が日本語音声にシンクロしてないことに違和感を感じてしまいました。まあ、このあたりに関しては発売までに対応してくれるかと思いますんで、今後の情報を待ちましょう。次に実際のゲームプレイ部分のモーションについてです。新トレーラーでは移動モーションや CQC、 重火器を扱う場面も見受けられましたが、仰向けになりながらのほふくモーションや CQC の新バリエーションなど新規アクションも多数追加されているのは嬉しかったですね。ローリング時の木の葉の舞い散る様や衝撃の際に上がる土煙や水しぶきなんかは普通にすっげーってなりました。 CQC の流れるようなモーションは MGS5 と被ってるのかなとも思いましたが、比べてみるとモーションが微妙に違うものとなっており、デルタのモーションは少し荒々しい感じがしますね。 MGS5 になるともっとスマートで、動作の流れがより洗練されて美しくなっており、それ以前の時系列であるデルタではまだ発展途上といった感じなんでしょうか。リロードモーションなんかもちらっと映っていましたが、このあたりは武器のディティールなんぞはミリタリー好きの方からしたらどうなんでしょうか。ちょっと私そっちには詳しくないので、単純にかっけえなおいってなってましたが、有識者の方からの見解もお待ちしています。ワニキャップ姿も嬉しかったし、フライングプラットフォームやハインドなんかもちらっと映ってましたね。チョルナヤピシェラでの松明所持の場面は幻想的でした。暗闇から次第に目が慣れてくる演出なんかはしっかり再現されているんでしょうかね。そしてトレーラーはスネークのセリフとともに終了となります。気になる発売日ですが、告知されず。
公式サイトやマイクロソフト PS ストアのページも見てみましたが、発売日の表記はありませんでした。おそらく近々配信されるであろうメタルギアホットラインの本配信にて何かしら発売日に関するアナウンスがあるかと踏んでいますが、2024年中の発売はあるんでしょうか。それにしても今回のトレーラー続々しましたね。いや、今回のトレーラーは日本時間では深夜の配信となったんですけども、実は私スパンダー度重なる激務で体調を崩し熱まで出てて、当日深夜1時くらいまでは頑張って起きてたんですけど、完全に寝落ちしてリアルタイムでは見れなかったんですよね。うっと目覚めて朝5時くらいだったんですけど、このトレーラー見て体調の悪さもマジで吹っ飛びました。トレーラーを再生する直前に動悸が激しくなって、これ再生しだしてやっぱ震えましたよね。鳥肌ももう鳥のように出てました。そしてね、オセマジで早くオセロット見させてくれ、見させてくれよ。で、後ほどサマーゲームショーのアーカイブを見たんですが、チャット欄かなり賑わってましたね。海外ではよく W とか L とか1文字のスラングが使われるんですが、これは Win、そしてルーズの頭文字。いいものや好感触のものに対し W、 そして悪いものや評価がいまいちなものには L と書き込むことがあるらしいんですが、このトレーラーの時には W の文字がかなり見られました。もちろん肯定的ではない意見もあると思いますが、こういった場で広くユーザーに受け入れられているというのは嬉しい限りですよね。そしてさらに最新映像は実はトレーラーだけではありませんでした。メタルギアの公式サイトでは今回に合わせ多数の情報が更新されており、トレーラーでの映像はもちろん、美麗なフィールドの映像や怪我を手当てするスネークの映像が新たに追加されていました。いや実写。こちらはドリノ・ボドノの吊り橋から川に投げられた後の映像ですね。この後ザ・ボスとのじゃんけんが始まるわけです。そして明日に向かって放てデイビー・クロケットの爆炎キノコ雲を眺めるスネークの映像が流れ、バンバンバンブイーンと始まるわけですね。また視点切り替えの映像も公開されており、現在主流になっている三人称視点でのプレイはもちろんのこと、オリジナル MGS3 の時のように俯瞰視点でのプレイも楽しめるようです。当時のちょっと先が分かんなくて進んで一人称にして、でちょっともっと先進んで、もうちょい先見してっていう、あの緊張感あるもどかしいプレイを最新映像で楽しめるっていうのは嬉しい配慮ですよね。いや、私スパンダとしては何度も言うんですが、何か動きがあるたびに X が賑わってメタルギアがトレンドに入ったり、そしてそのたびにどんな意見が飛び交おうともメタルギアというコンテンツが熱を帯びてくることが幸せすぎてなりません。そしてもうすぐメタルギアホットラインの本配信が来ると思いますので、その時に再びお会いしましょう。今回もたくさんのご意見ご感想お待ちしています。またチャンネル登録がお済みでない方、押してもいいんだよ。では今日はここまで。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。